お、結構飛んだ。飛んだ。うん、わからん。段階ジュニアナウ。どうもー、しばなめでーす。はい、どうも、林啓司です。はい、どうも。はい。はい。はい。で、元気ねえ。いつも通り元気ねえ。いつも通りならいいえ。なあ、今日は、ちょっと俺ね、満喫の話やな。満喫って、前、で満喫の発祥の地知っとるか。満喫はもうさ東京だろ。全国にあるやん、日本中に満喫。満喫の発祥の地は名古屋なんだって。藤ヶ丘なんだって。俺ら住んどる。マガジン知っとるろ。いやいや、マガジンはあったけど、マガジンこれこの話したいねん。これ本当に一番最初、俺らめっちゃちっちゃい頃からあったよね、あそこ。てか俺らもう喫茶店な、あのさ、中学校の近くなとかよ。え、お前藤森中学のね。まあ、うん、あそこの横に、うん、壁がさ、なんかさ、ガイレンがさ、こういうメガネにかけてさ、座ってさ、なんか雑誌を加えながらみたいな、うん、もう壁画にいっぱい絵、壁画っていうか絵描いたよね。これ分かる人分かるよな、分かる。満喫はでも名古屋発祥ということで、まあそれは初めて知ったんやろ。いや、俺も知ったし、うん、まあでもそれはまあもしそうならば、でも名古屋の人って独特であるよね、そういうのって。ちっちゃい頃からさ、お店、まあ名古屋発祥のもんだ、ウイローだよね、やっぱね。うん、まあまあ何でもいい。米だっていい、せめて。米だは全国区になったけど、ウイローは全国区にならんかった。漫画喫茶って言っとんだからさ、なんでウイローが出てくるんだよ。なあ、アホかお前。漫画喫茶名前ないの。米だろ。米だにウイロー昔あったよ。ないって。お前あったよ。ないって。じゃあ調べてみて、それも。俺出てきてびっくりしちゃう。ナイロだわ、ナイロ。どっちもにして。分かる人から、分かる人しか分からないよ。ウイロとナイロの違い、どっちでもいいわ、もう。いやー、今日も段階ジュニアなら終わったで。あー、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますわ。頼むわ。